そろそろ予選が始まります。ここスパ・フランコルシャンは激しいアップダウンで知られており、ダウンヒル終点からのオールジュや強烈な G のかか予選の興奮がまだ冷めませんが、トップ3を確認しておきましょう。ライコネン、ベッテル、ルイス・ハミルトン。今日はこれでお別れです。明日のグランプリ決勝をお楽しみに。さまざまなコンストラクターやドライバーが現れては消えていきました。しかし情勢や時代は変われども、ファイティングスピリッツが消えることはありません。モータースポーツの頂点、フォーミュラーワンへようこそ。さあ今年もやってきました。アルデンヌの森を駆け抜ける1周7キロのこのサーキットに、2本のストレート、高速コーナー、激しい高低差、どれをとってもまさにエキサイティング。シリーズ屈指のコースで今年も名勝負が繰り広げられることでしょう。まさに唯一無二の存在、それがスパフランコルシャンです。さて昨日の激しい予選をくぐり抜けた各社のグリッド順位を見ていくことにしましょう。完璧なラップを刻んだキミライコネンがポールポジションからスタート、その横からはセバスチャン・ベッテルがスタート。残りのグリッドも見ていくことにしましょう。ハミルトン、リカルド、バルテリ・ボッタス、フェルスタッペン、ペレス、ヒュルケンベルグ、オコン、ケビン・マグヌッセン、アロンソ、サインツ、ストベル・バンドーン、グロージャン、ルクレール、ハートレイ、マーカス・エリクソン、ランス・ストロール、ガスリー。最後尾に位置するのはセルゲイ・シロトキン。さてそれではコースに目を向けてみましょう。1コーナーへの飛び込みはかなりタイトだ。順位は気にするな。クリーンに抜けて立ち上がりのスピードをケメルストレートにつなげるんだ。
ブレンドンはリタイアだ。スタートからいい感じだ。大したことはないが、フロントウィングをぶつけたぞ。DRS が使用可能になった。前のマシンとの差が1秒以内で DRS ゾーンに入っている時に使える。どうやら雨になりそうだ。状況が変化したらすぐに知らせる。
1位との差は 27.1 秒。燃料が余っている。ミックス3だ。ミックス3で行け。コースクリアだ。前にいるマシンとの差は 10.5 秒。フロントウィングが損傷した。ピットで交換しろ。グリーンフラッグだ。このラップにピットインしてくれ。戦略を変更する。
今使っているのがそのタイヤでよかった。それが最適だ。ラップタイムが良くないな。ピットインして修理が必要だ。今だ、行け行け。あとワンストップ、残りはワンストップだ。フロントウィングの破損が激しい。ピッ、おい大丈夫か。無事なら答えてくれ。羽馬に、さあウィナーがポディウムに上がります。世界中で羽馬の旗がグランドドライバーオブザデーですが、誰を選びますか？セルゲイ・シロトキンですね。タイヤの使い方、巧みなオーバーテイク、これほど目を引く選手は他にいませんでした。本日のグランプリは終了です。お別れの時間となりました。また次回お会いしましょう。